おはようございます。オーシャンのしげです。昨日ちょっと動きすぎたおかげで、膝とね、腰とかね、背中とかね、めちゃめちゃ痛いんですよね。で、まあ今日もね、平続き、やっていこうと思うんですけど、なんかね、空模様が、まあ、空模様というかね、風が思ったより吹いてなくって、思ってた場所に行くと、ちょっと波が少ないのかなっていうイメージがあります。で、いずれにしてもね、まあちょっと昨日動きすぎたっていうことと、あと今日はね、最終日で、家に帰らんなんっていうのもあるんで、まあ、小場所とまでは言わないんですけれども、釣れるような、ところをね、ピンポイントで、せめてね、濃度の濃い釣りを、やっていこうかなと思ってます。ちょっとね、考えてるところがあるので、一回そこを見てみて、で、もしそこがトライできそうだったら、ちょっとね、今日はね、そこ挑戦してみようかなと思います。じゃあ、行ってきます。はい、ということでね、準備ができました。今日はね、このカヤックを使って、あっちのね、片島に、上陸してみたいと思います。では、ポアトンと、片島に到着しました。まだもうちょっとね、潮が引き足りてないので、本当向こう側がポイントになるんですけど、もうちょっとね、潮が引くまで、まずはね、この風裏でちょっと、様子見てみたいと思います。じゃあ、頑張ります。結構ね、仕掛け作ってる間に潮が引いて、やっぱ今日大潮なんでね、引き出すと早いですよね。もう風表もなんとなくいけそうな感じはあるんですけど、まあせっかくここまで来たんでね、この風裏もね、少しだけでもやりたいなと。とは言ってもね、ここに来るのにスタートから1時間かかったんですよね。帰りはね、まあ状況がまた悪くなることも考えて、1時間半ぐらいはね、見ておきたいなと。っていうことは、日暮れがね、まあ5時半ぐらいが日暮れなんで、遅くともですね、4時上がりかなと。それで今が1時20分か、2時間半の勝負っちことになりますね。風裏来ました。まあ、片島のことはね、前々から行こうか行く前か考えてたんですけど、まあ、正直ね、アクセスが大変やからっていうことは、あんまりね、気にしたこともなかったんやけど、叩けるポイントがね、実際どれぐらいあんのか、未知数だったんで、その辺でね、行かずじまいみたいな感じにはなってたんですけど、干潮のタイミングでしか、平続き釣りが成立せえへんちゅうか、ポイントに歩いて行くことができないんですよね。で、他のところって、干潮はもちろん、たくさんポイントが出るけど、満潮でもそれなりに釣りできるところがあるから、いろいろ便利なんですけど、片島はね、わりかしそれが、干潮のタイミングでしか、よいしょ、釣りができひんっていう、不便さと、あとはやっぱり、アクセスの大変さかっていうのでね、なかなかどうしようかなと思ってた場所なんですけどね。よしよし、もうポンポン行きましょうね。ポンポン、ここ立てるかな。よいしょ、立てと、ここ最後にしようか、風裏。
あー、出えへん。あー、すごい。ちょっと風裏で時間潰ししてたら、あっという間に向こうに行く道が繋がりました。よいしょ、ちょっと。よく行った。よいしょ、よっしゃよっしゃ。ええ感じ、ええ感じ。本当はね、こっちにカヤック置きたかったんですけどね、風がたまにすごいのが吹くんで、カヤック飛ばされんちゃうかなと思ってね。良さそうやけど、これ全部かぶるんか。気ぃつけんとあかんな。この辺はかぶってへんか。一発目からでかい。一発目からでかい。やったべ。さすが片島。うわ、来ましたね。一本目からハモニカ食い。これはがっちりやな。60半ばぐらいはあるんやない？いや、70あんの？君。よいしょ。70ないか、やっぱり。ここは64。ああ、嘘や。69。69。やったー！片島最高！よっしゃ、もう一発来るかな。どうかな。来い来い。風強い。もうね、この島渡る前のポイントを攻めてたら、知らん間にも2時半回ってました。めっちゃショックだからね。ちょっとね、もったいないんはもったいないんやけど、もう一番奥まで行って、戻りながら片打ちして、終わろうかなと思います。もっと潮が引いたらいけるんでしょうけどね。今は、今の潮位ではここが一番先っていうことになります。ここ雰囲気あるね。風がすごい。あ、この風やったら、おっしゃ、おっしゃ、これはお、そんなに大きないから引き上げれるか。おい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 、
うわぁ、針のかかりが悪いなぁ、これ。引き上げたらやばいなぁ。しょうがない。よこせ。よこい。よこいと。危な。超針一本や。よいしょ。鈴木やな。まんまるちゃん。今3時回ったぐらいなんですけど、まあちょっとね、帰りのこととかも考えて、うわ、正直ね、まだ消化不良なんやけど、ここで最後のポイントにしようと思います。うわ、よっしゃ。うわあ。はい、どうもね、お疲れ様でした。今回ね、一泊二日で、牛深でね、キャンピングカーで平鈴木町湖をやってきました。で、二日目はね、片島でね、竿を出してみたんですけれども、このね、片島は本当に僕が思ってた以上に、広い、ポイントと、あと平鈴木に対してのね、可能性みたいなのをね、すごく感じました。で、まあ正直言うと、時間がなかったので、全部叩けなかったっていうのが、まあ一つと、あと、やっぱりね、慣れてないポイントなので、その、なんていうかな、その戦略のマネジメントみたいなのができなかったっていうのが、まあ反省点ですね。だから今度はね、大潮の入り口ぐらいで、状況が良ければね、また、来て、調校してみようかなと思います。それでですね、まあ、真似する人はいないとは思うんですけれども、普通の人はね、ここには来られませんから。だから、無理をせずに、渡船とかね、そういうものを使って、来てください。はい、ということでね、今回どうもありがとうございました。またね、平鈴木、タイミングを見て、行きたいと思います。じゃあ、バイバイ。